コールしないよね。大丈夫？ここまで来て大丈夫？俺はルイージを信じますよ。はいどうも、ピヨキングです。みんなでバトルやっていきましょう。でふと思ったんですよ、僕の動画でですね、いい人も悪い人もルイージ多くない？結構ね、なんかルイージとかね言ってる気がするんですよ。ルイージって、ルイージを使う人はなんか特殊なのかな。それじゃあね、リンクで攻略って書いてたから、このよし、オッケー、1番に取れましたね。ジャンプして、はい、まあ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 、リンクなんかなくたってって思ったけど、リンク取っていこう。よし、オッケールイージ戻ってくるとは思わなかったでしょ。危ない危ない危ない。よし、これ1の1っぽいな、なんか1の1をちょっと改造してる感あるようなステージかな。まあ全然違うか全然違うか、待ってくれー。っていうことで、何かしらね、癖のある人はルイージがね多いと思うんですよ。癖のありそうな人来た、見て、ほら、なんあれ、なんあの丘、あんなんあるの、めっちゃお金持ってそうなんだけどきっとね癖ありますよ、あのルイージ。王様の服、あんなあったんだ、初めて見た気がするんですけど、今まであんなんなかったよね。そうそうそう、そしてさ、今更だけど、最近ね、やっとうちにアベノマスク届いたんですよね。遅くない？遅いのか早いのか分かんないですけど、まだ届いてない人いる？さっきもいましたね、このマリオ、王冠ね、もう王様リオね、王様リオよし、でこのまんま、あーごめんよ、キノコ、よし、このまま渡っていこうか。なーに？そこで猫は羨ましいな。わー、はい、何あの水色、ちょっと名前忘れたけど、でもね、猫マリオのあった場所覚えてる。オッケー、これ乗っていこうや、もうこれ乗っていこう。よし、これ乗っていった方が早いかもしれない。じゃーん、嘘あんまいらない、マジで。俺猫の方が好きなんだけど、これは待って待って、危ない危ない、危ないから、あなたは危ない。そうできるんですよね、猫マリオは。よし、ファイヤーの方がさ、なんか弱いっていうか、使いどころ、まあ、少ないですよね。え、なにこれ、これ積んだくない？ねえ、これ積んだやろ、これ積んだわ。っていうことは、もうみんなでやり直しするしかないのね。よし、なんか知らんけど、僕が鍵を手に入れましたよ。そしてこのまんまゴールっていうわけにはいかないよね、やっぱ猫強えな。うそマジかよ、ここで。やっぱしゃがみジャンプ大事。もう今度からジャンプするときほぼねしゃがみジャンプで行こうかな。ねえ、もう密集してるときのジャンプはもうほぼしゃがみジャンプで行った方がいいかもしれない。ちょっとそこんとこね、僕気をつけます。よし、それじゃあ次のステージはニューマリノスキンか。いいね、ニューマリノスキンがね、やっぱ一番好きだな、落ち着くよねめっちゃ落ち着くんだけど、これは上で、いや、これ下の方が怪しいね、下怪しいけど上も怪しいなめっちゃ気になるけど、ちょっとタイムロスになるからやめておきます。で、このまま渡っていく。あ、待って、ラグ、ちょっと待って、これはラグ、やばい、止まった、止まりました。ここで誰かギブアップするのかな。え、長くない？ねえ、ちょっと待って、よしで、急に、おお、ビビった、よしよしよし、ナイス反射神経、よし、でこのまま渡っていく。あー待って、まあ待って、まあ待って、まあ待って絶対来ると思ったもん、あのルイージね、なんかルイージあるでしょ。そういうことなんですよ、ルイージって。まあまあまあ、もうこっちちょっと探索していこう。なんもないねなんもないな、絶対ゴールするでしょ。ほら来た、見て、しかもあのルイージ、今のは避けれたね、あ、今のは避けれた、まあ、今のはちょっと僕が下手くそだったかなって思うんですけど、あのルイージぜひリベンジしたいな。あー、いないか、うん、チンチンさんがいるわ。で、次はスーパーマリオブラザーズのワールド1。本当かな？たまにね、名前だけ装ってっていうか、似てるね。上にね、なんかブロックがあるけど、めっちゃ似てるな。
まあそれだったら4つ目の土管を入ればいいってことだからここでしょ。本当だ、めっちゃ似てるけど。オッケーオッケー、なんか右あるね、なんか右ちょっと別ルートあったね。よし、でこれはゴールと思いましたよめっちゃゴールと思ったわこれ。次が2の2、まあ1の2か、これ1の2を再現してんのか。オッケーオッケー、早いなあのキノピオ、しかもクッパもいるの。よし、でこのままジャンプして渡ってく。でこれは上ブロックがあるからズルできないな、ズルっていうかまあ近道みたいなのできないね。よし、でジャンプ、オッケー、でこのまま渡ってく、あぶねー。よし、でジャンプ、うおー危ねえ。よし、ジャンプ、オッケー。でこのまんま渡る。これはゴールではない。惜しい。ゴールと思った。待ってマリオが近い。マリオが近いな。よしこのまま渡っていこうか。マリオはアイテムを取ったけど、これミスったらもう僕終わりですよ。でジャンプ、よし、オッケー。よし、来た。よし、やっと勝てました今日。オッケーオッケーオッケー。さてルイージ。いえ。どうもこちらこそ待ってくれてありがとうございます。こっちに来てください。ちょっと行ってみる。あのルイージのとこ。ねえ、ちょっと行ってみようか。ゴールされないから。ゴールしないよね。大丈夫。ここまで来て大丈夫。俺はルイージを信じますよ、信じますよルイージを。あー危ねえ、マリオから取られる。嘘は。ライボン、ライボンって言っても完全にちょっと今の僕が悪いかな。うん、ちょっと余裕かましすぎたわ。いや楽勝で間に合うと思ったけど、あのマリオめっちゃ早かった。ゴールするまでめっちゃ早かったよねめっちゃ早いわ。これはどっちに行けばいい。こっちか、オッケー、ジャンプ、いいねいいね。でこのキノコを取っていく。オッケー、これは危ない。よし、でこのままジャンプ。あーラグい、ラグいから気をつけよう。よし、うお早っタイミングバッチリ。あの大砲ラグいな、きついなこのラグさは。待って待って、ここねあんまりむやみに走っていくとまあ敵に当たっちゃうんですよね。なんていうの、難しそうだからあんまりね当たらない方が良さそうなんですよ。もうアイテムないかな、怖いなここ。よし、でこの火も気をつけていこうか。うお危ねえ。よし、この火を待っていく。よし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 。でたまにねところどころこの骨が結構飛んできてるからマジで気をつけなきゃいけない。そしてノコノコも怖いな。よし、ジャンプして、これは上でいいのか。よし、 OK。 まルイージをね早く追いかけよう。危ない、待ってこれきつい。よし、負けたか。え、今日全負けじゃない。え、今日マジで全負けなんですけど。まあ一つは勝てたコースなんですけど、まああの勝てたコースもあのルイージめっちゃ優しかったよね。近づいていってもゴール取ろうとしなかったもんね。まあ見た目もなんか優しそうな可愛らしい女の子だったような気がする。やっぱなんかあるのルイージですよ。ルイージ、いい人も悪い人もルイージが多い気がするんですよね。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。見てあのルイージ、ほら癖がすごいめっちゃ癖がすごいあのルイージ。裏技トゲブロックの一番下なら壁キックができる。え、なんこれ。なるほどね、わかった、意味がわかりました。よし、それじゃあこれ僕一人で落ち着いていきましょう。あ、待って、よし、オッケー、そしてゴールかな。まあ最後はまあこんなコースですけど勝ててよかったです。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。やっぱルイージですよね。
何かあるの。もうそんな気がするもん。サムネを作る時もね、なんかルイージが多いような気がするんですけど、まあ、それは気のせいかな。僕の動画はですね、これからもルイージに注目したいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。